なんかまた新宿西口に来ちゃってましたね。おはようございます。こちらはですね、いつもの新宿西口です。ただなんかいつもと違うのは、なんか今日は結構晴れてますね。なんか曇天の日に西口に行ってるイメージしかないんでね。そしていつものように、今回は金券ショップに寄って、これからのですね旅行に備えていこうかなというふうに思います。というのも今回はですね、箱根にですね予算1万円で行こうかなというふうに思いまして、その上で今回こちらの金券ショップでの購入品が非常にポイントとなってくるというわけですね。さて早速西口の金券ショップエリアへと向かってまいりましょう。そして買い物を一旦終えまして、一旦ですねマクドナルドにて購入品紹介と作戦会議1人、こちらはですねマックの L サイズのコーラ、なんか並々に注いでいただきましたね。さてここからはですね購入品紹介ですね。まずは小田急電鉄の株主優待乗車証、こちらはですね1枚520円で購入したんですけれども、こちら1枚で小田急線のどこからどこまででも乗って OK というわけですね。往復分なので2枚です。こちらがですね箱根小涌園ユネッサンご入場引換券、これすごかったですね。850円だったんですけれども、これでですね3500円のフリーパスと交換できます。こちらがですね箱根ガラスの森美術館の飲食付きご入場招待券、こちら1枚1390円だったんですけれども、なんとこちらでランチまでついてきますね。1390円なので普通の入場料よりも安いんですよねこちら。そしてですね金券ショップでの出費と、まあ絶対にかかるホテル代などを合計した金額がこちらの8880円、残りの1120円はまあ現地で何に使うか考えていこうかなと思いますね。なんか思ってたよりも余裕で旅ができそうだということが分かり、一安心、作戦会議をしていきます。そして終了した後小田急へと移動、そして1枚目の株主優待券を使いまして、こちらのですね12時1分の快速急行小田原行きに乗車していきます。こちらに乗りまして無終点の小田原まで向かっていきます。通常ですね小田原までは892円だったかな、 IC での乗車券の、金額がかかりますが、今回は株主優待乗車証なので、370円以上オフの520円で賄うということになりました。さて12時1分に小田原駅を出発、一応ですね小田原駅じゃないですね、新宿ですね、新宿を出発、小田原まではだいたい1時間30分弱の所要時間となっております。一応私が乗車していますのはこちら快速急行、快速急行なのでやはりですね乗客は多かったですね。ただですね途中の東海大学前など、まあ、あとは海老名とかだったかなで結構お客様は降りていかれまして、なんだかんだですね、小田原に近づくにつれて結構客の方もですねまばらになってきた印象でしたね。まああとやはり快速急行なので途中駅をですねビュンビュン飛ばしまして、まあ、途中各駅停車区間もあったんですけれども、そして新松田からはこちらのですね急行と、まあ、種別を変えて運転をします。といってもまあ海星から小田原まではノンストップ4駅連続で、まあ、通過をすると、なかなか優秀っぷりは急行になっても一応発揮はしていますね。こちらが海星の駅ですね。海星の駅を出ますと次はですね4駅カットしまして小田原となります。いやー本当私はいつも株主優待乗車証に助けられてますけれども、本日もですね助けていただきました。なんか今は結構小田原へ行く小田急線の株主優待乗車証は結構安くなってるタイミングじゃないかなというふうに思うので、結構ですね今はチャンスなのではないでしょうか。さて間もなく小田原、もうなんか小田原が近づくともうなんかほとんど他の乗客はいらっしゃらなかった印象ですね。まあ、少なくとも新宿の時よりかは確実に減っていました。こちらが小田原駅、ちょっとここでですね電話が来ましたら電話をとりあえず対応しまして、そしてですね、株主優待乗車証を自動改札に通しまして、そしてですね今回の行きの小田急の移動は終了となります。そしてこの改札口近くにはこちらのですね箱根そばがありまして、私はこちらで、ランチをいただきました。なんかここの箱根そばちょっと気になってたんですよね。
今回は、冷たいお蕎麦ととろろ丼のセット、こちらで600円でしたね。美味しかったですね。結構あのコシもあるいい蕎麦でしたね。小田原のランドマークは小田原城、一応北条氏のお城として有名なんですけれども、今回は向かいません。今回私が使うのはこちらの箱根バスフリー、こちらを使いますと2日間伊豆箱根バスが乗り放題となります。2日分で2000円、結構こちらお得ですよね。こちらを用いまして、まずはですね、元箱根の方向へと向かってまいります。一応ですね、こちら熱海とか、あとは湯河原とかまで行けるやつなので、まあ、箱根のみならず熱海とか湯河原まで行って、そういった温泉に浸かるという、そういうですね、アレンジプランもまあ成し得るという、非常に便利なものとなっております。大雄山とかも行けるんですね。ただですね、注意しておきたいのは、箱根エリアには、伊豆箱根バスと箱根登山バスというのがありまして、こちらがですね、結構ややこしいんですね。こちら箱根登山バスなんですけれども、もともと私13時45分のこちらのバスに乗っていこうと思ったんですけれども、いや、これが箱根登山バスだってことに気づかなかったんですよね。箱根登山バスは残念ながら先ほどの 2day パスは使えません。私はですね、この後こちらの箱根神社へと向かってまいります。ただですね、私が今乗っているバスは元箱根がですね、一番その箱根神社へと近いバス停となるので、まあ、元箱根まで向かっていこうということになります。こちらはですね、バスにしばらく揺られまして、箱根元の駅ロマンスカーも止まっておりました。新宿からですね、こちらに乗ってればもう快適に、まあ、箱根元まで行けたでしょうけれども、ただですね、やはり特急料金が、まあ、私鉄なのでそんなに特急料金高くはないんですけれども、やはりそれでもそれなりにはかかるので、今回は普通列車で行きました。さて、箱根元を過ぎますとこんな感じで、いよいよですね、箱根の山をですね、登っていくような、そういった道が続きます。一応この辺は箱根登山鉄道ですと、たくさんのスイッチバックをですね、まあ経て、とにかくですね、たくさんこう進行方向を変えながら登っていくような区間なんですけれども、こちらのように道路の場合ですと、こんな感じでこううねりにうねり、少しずつ坂を登っていくということになります。なのでですね、とにかくこう体がこう振り回されるんですよね。なので結構注意が必要です。こんなに曲がるんですよね、カーブによってはもう U ターンしているかのごとく曲がっていくような、そんなカーブもあったりします。そしてですね、小田原からだいたい50分ぐらいかな、所要時間をかけまして元箱根に到着。ちなみにですね、通常ですとここまで、運賃1200円かかるんですけれども、今回は、伊豆箱根のフリーパス、 2day フリーパスを持ってますので問題はありません。というか、もうこの時点で元を半分取れたんですね。すごいですよね。さて、まあ、雨の元箱根なんですけれども、とりあえず私はまず箱根神社へと向かっていきます。この箱根神社はですね、非常に厳かな自然に包まれた景色が非常に見どころの神社となっております。もう芦ノ湖湖畔の非常に有名な観光名所となっております。さて、こちらは箱根神社、もうこの時点でなんかもうこの鳥居の先がもう非常に神聖な空気が漂っている感じがして、本当にいいとこ来たなという実感に浸ることができます。この鳥居をくぐりまして、まあ、一旦一礼をしまして入っていきます。こちら手水ですね。手水をするとこんな感じで、もうこの折りたたみ傘の中に水がもうめちゃめちゃ入ってしまっていますが、まあそれはしっかりと落としまして、いよいよこちらのですね、階段を登っていきます。この階段いいとこでしたね。本当、もう結構階段自体は非常に多かったんですけれども、ただ非常に、ま、
周りを取り囲む木々が非常に綺麗だったので、まあ、なんかその階段を登るハードさとかをですね、もう完全に忘れさせてくれるようなそんな感じがしました。まあ、あとこの日は雨だったし、しかも平日だったので観光客も割とまばらでしたね。はい、ということでこちらの九頭龍神社だったかな、こちらをですね、参拝した後、こちらのですね100円の九頭龍みくじ、こちらをですね引くことにしました。神の教えはこちらです。小さい杯のその一枝のに心込めたる御霊串とかなんかいろいろ書いてあるんですけれども、まあ言いたいこととしてはなんですかね、まあなんかなんとなくまあ言いたいことは分かったんですけれども、まあここでこうどういうことなのかっていうのを具体的に説明するのはちょっと厳しいものがあったかなと。まあ少なくとも運勢は大吉でしたね。重要なのはこちらの和歌ですね。拝みましょう、祈りましょう、幸運はその後に訪れてまいります、新しい心を持って物事に当たりましょうということでしたね。ちなみにですね、私旅行をよく行くので旅行を見たんですけれども、旅立ちよしと楽しみをし、あ、よかったよかった、この上なく良い結果だったのではないでしょうか。一応ですね、湖畔の方に降りてきまして、こちらはですね非常に有名な湖畔のところにある鳥居ですね。一応ですね、湖畔のもう本当にもう湖のすぐ近くまで一応やっていくこと、向かうことはできるというわけで、鳥居もこんなに近くまで接近することができるというわけですね。前からは遊覧船もやってきます。こちらは白い遊覧船で、多くの観光客はどちらかというとなんか金色のなんか豪華な方の遊覧船に乗っているイメージですね。さてこちらのですね、なかなか木々に囲まれた非常に爽やかな遊歩道を抜けまして、元箱根のバス停へと戻っていきます。こちらのですね、伊豆箱根バスのバスに乗りまして、今度はですね宮の下へと向かっていきます。宮の下はですね、箱根の富士屋ホテルがあることでも有名なんですけれども、今回は富士屋ホテルの見学をさせていただくことにいたしました。一応ですね、宿泊客でなくとも一応見学はですねすることができるようで、一応ですね箱根ホテル、富士屋ホテルの建物ですとか、あとはいろいろとギャラリーとかもあるので、いろいろですね、こう見どころは豊富ですね。まあ、この雨のなんかちょっと窓が開いてますので、ちょっと雨が入ってきましたが、まあその空気の入れ替えのためにはまあ仕方がありません。なんか乗客もほとんどいらっしゃらなかったですね。さて宮の下温泉のバス停で下車。ここからですね、富士屋ホテルまでは本当にすぐ近くです。早速見学をしていきましょう。なんですけれども、やはりこちら格式高いホテルということで、まあ、今回見学の様子を撮影するのは断念いたしました。なのでですね、皆様にはこちらをですねお聞きいただけると幸いです。1878年の7月15日かつてあった名門富士屋旅館を買い取って富士屋ホテルが開業しました。ヘレン・ケラーやジョン・レノンなど多くのですね有名人にも愛されたこの旅館はですね、宮の下の大火ですとか、あとは関東大震災、そして第二次世界大戦など様々な出来事を経て今に至ります。様々な出来事を経て、様々な甚大な被害を受けてもしっかりと立ち直ってきたというのが、やはりこのホテルの凄さですよね。最近ですと2018年の4月より耐震補強や改修工事を経まして、同年の7月15日グランドオープンをされたということですね。割とですね、この今の富士屋ホテルというのは新しいものになっているというわけです。
ちらがですね、ベーカリー&スイーツピコット。こちらはですね、カレーパンなどの富士屋ホテルの味をですね、割と手軽に楽しむことができるお店として有名で、箱根湯本の駅前にもあったりしますね。そしてこちらはですね、渡辺ベーカリー、ビーフシチューパンで有名なお店で、今日はやってませんでした。これらがある宮の下を一旦出発しまして、これからはですね、こちらの伊豆箱根バスに乗りまして、道玄台の方面へと向かってまいります。ちなみに1個だけこのバスにはハートの吊り革があるんですけれども、こちらの吊り革なんか先ほど私が寄りました九頭龍神社でなんかご祈祷をいただいたほどの、なかなか割と説得力のあるハートの吊り革となっております。まあ、カップルの方は割とこの吊り革にですね、こう捕まってみるのもいいのではないでしょうか。私は今回一人で来たんで、まあとっとと椅子に座りながらバス停でですね、バス移動してるんですけれども、こんな感じで私は、てか乗客マジで誰もいらっしゃらないですね。そんなバスに揺られながら私はですね、乳母湖のバス停で下車をいたしました。一旦ですね、ここで本日の宿泊先にチェックインしていこうかなというふうに思います。ここからですね、ホテルまではだいたい300メートルか400メートルぐらい、まあです。非常にこんな感じで木々に囲まれた道をですね、歩いて行った先に本日の宿泊するホテルはあります。なかなかいいとこ歩いてるなって感じですよね。なんか今日はなんか大雨予報だったはずなんですけれども、こんな感じで結構いい感じの光が差してきて、すごいなんか嬉しい気分になりましたね。